はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、まあ、昨日に引き続いて、年末年始の特別企画として、第2回目ですね。第2回目。実際どのように勉強を進めていくのかっていうところをお伝えしていきたいと思います。で、昨日の前回の動画については、まあ、いつから勉強を本気でやらなきゃいけないのかっていうところを、お伝えしました。もし、こちらの動画見ていないのであれば、先にですね、そちらの動画、ご覧いただければと思います。で、YouTube ご覧の方は、そちらのね、概要欄の方に、前回の動画の、URL、貼っておきますので、そちら、ぜひご覧ください。で、今回お伝えさせていただきます、具体的にどのように勉強を進めていくのか、2つの具体例を出して、お伝えしていきたいと思います。まず、ざっくりとした勉強の進め方なんですけれども、それは、問題を解きながらテキスト等を確認していくと。まあ、いう流れです。多くの方が先にテキストをざっと読んで、その後問題を解くっていうやり方をするんですけれども、初めにテキストを読んだ時期と、それに対応する問題を解く時期っていうものが、すごくズレが出てくるんですよね。時間が経ってからその部分の勉強をするって話になるんですよ。例えば、一番最初に一行字の勉強をしました。まあ、テキストを読みました。で、その後代理のテキストを読みました。で、その後、時効のテキストを読みました。で、ずーっとやっていって、あ、なるほど、権利関係っていうのはこういった勉強をするのか。じゃあ問題を解こう。じゃあ一番最初に意思表示からちょっと解いていこうかってなった時に、おそらく1ヶ月以上のこの差ができてくるんですよ。期間が空いて問題を解くってなるんですね。で、そうすると結局もう一回読み直さないといけないんですよ。ほとんど忘れているんで。で、そうなってくると、この時間が、まあ、やや無駄になってくるんですね。全く無駄とは言いませんが、だいぶ無駄になってくるんですよ。だからそれを避けるために、できれば、このテキストを読む時期と問題をする時期っていうものを同じぐらいにしてほしいんですよ。例えば、じゃあ今日は意思表示の中の詐欺の勉強をしようっていうのがあれば、詐欺のじゃあテキストを読んだら、もうすぐに問題を解くっていう感じですね。そのぐらいの流れで行っていただきたいんですよ。今お話したのはテキスト、問題っていう流れですよね。できればですね、問題、テキストの方が効率はいいです。ですがなぜかっていうと、問題文って意外と具体例の場合って多いんですよ。A さん出てきました、B さん出てきましたとかね。A さんが B さんに騙されて C さんに売却しましたとかって、事例になってるんですよ。で、そういった場合に、A さんは取り消していきますかとか、B さんは取り消していきますかっていうような、質問が書かれているんですよね。で、その問題文を使いながら、これに対応するテキスト部分っていうものを勉強することで、あ、これを解くために必要な部分って何なのかっていうのを意識しながらテキストを読むようになるんですよ。テキストを先読んじゃうと、どういった出題のされ方、されるかわかんないわけですよね。で、その状況でテキストを読んでも、どこを頭に入れたらいいかわからない状況でテキストを読むことになるので、焦点を絞れないんですよ。一方、問題から先に読むってなってくると、あ、ここが問われているから、ここについて、どういったルールになってるんだろうとか、どういった考え方をするんだろうかっていう視点でテキストを読めるようになるんですよね。目的意識を持ってテキストを読むことができるから、まあ、できれば先に問題を読んで、で、そこを、それを解くためにテキストを読むといった感じの流れの方がいいです。だから問題を解きながらテキストを確認、テキストなどを確認をしていく。だから一つ一つですね、やっていくってわけですよ。一問一問それを繰り返していくっていう流れです。ただですね、今これテキスト等って書いてある通り、テキストだけじゃないんですよね。勉強を進めていく中で必ずテキストを見てもわからない部分って非常にたくさん出てきます。で、そういった時はネットで調べるという方のが効率はいいです。ここで、テキストを見ながら考えたとしても、そこに理解すべき内容は載っていないんですよね。なので考えても、その考える時間がもったいない。だから答えがあるネット上で調べてくるといった方のが早いです。なんで、ある程度やっぱりネットで調べる、能力っていうのかな、スキルっていうのかな、っていうのはやっぱ必要になってくるんですよね。ちゃんと理解学習をしながら、学習を進めていくっていうのであれば、そっちは必要になってきます。で、前回もお伝えしたんですけれども、丸暗記学習ではやっぱり合格するための実力っていうのはつかないんですよね。なので、ちゃんと合格するための実力をつけるためにも、ネットで調べて必要な情報を入手するっていうこのスキルっていうものもやっぱり合わせて必要になってきます。
で、じゃあ、どんな内容を調べるのかっていうものをちょっと今回ですね、具体例を出しながらお伝えしたいと思います。で、まず一つ目なんですけども、代理の部分ですね。代理権がどういった場合に消滅するのかというところです。これすいません、ちょっと弊社のテキストなんですけども、見えなかったらちょっとお持ちのテキストを見ていただきたいんですが、ここの表ですね、おそらくですね、代理権の消滅事由とか代理権の消滅っていう部分で、載ってると思います。どんな場合に代理権が消滅するのかっていうところですね。で、まあ、表になっているものもあれば、表じゃなくて文字だけの、テキストもあると思いますが、まあ、いずれにせよ内容自体は、まあ、このようなね、内容が載ってると思います。で、これ見ての通りですね、4×4 で16個のポイントがあるわけですよ。で、多くの方がこれを丸暗記しようとするわけなんですよね。でもこれ丸暗記しようって言ってもなかなか難しいじゃないですか。私自身もこれ丸暗記ってなったらなかなか難しいです。なので、まあ、弊社の個別指導とかでは、まあ、実は弊社の個別指導のこれテキストなんで下の方にじゃあどうやって理解するのかっていうのは書いてあるんですけれども、まあ、これどうやって理解をするのかっていうのを今回お伝えしていきます。で、まあ、弊社の個別指導の受講さんでもこれを丸暗記している方っていうのはまずいないんですよ。でも、この下の内容をちゃんと理解することによって、ここの問題っていうのは解けるようになるんですね。で、じゃあどうやって理解をするのかっていうところをちょっと具体例を出しながらお伝えしていきます。で、今回ちょっと具体例でお伝えする内容はですね、ここですね。まず法定代理で本人が破産した場合は代理権消滅しないよ。で、任意代理の場合本人が破産したら代理権消滅するよ。この二つをですね、ちょっとどうやって理解するのかっていうのをお伝えしていきたいと思います。で、まず、法定代理と任意代理のこの違いっていうのは、まず頭に入っていますでしょうか。法定代理っていうのは、漢字を見てください。法律で定められた代理なんですよ。だからもう法律で、あなたは代理人だよって決まっているっていう話なんですよね。例えば、あなたが未成年者だったと仮定します。で、あなたが未成年者だった時、親っていうのは法定代理人なんですね。あなたは親に対して、お父さんお母さん代理権を与えますって言って代理権を与えたってことはないと思うんですよ。そんなことしなくてももう法律で親は法定代理人っていうふうに決まってるんですね。なので、まあ、具体例としては今回は、親をちょっと具体例として出します。で、一方で任意代理っていうのはあなたの意思に基づいて代理人を指定したと。そういった場合に、任意代理っていうふうなこちらのルールを使っていくっていう話なんですね。例えばあなたが土地を持っていました。もう成年者です。まあ、30歳でも40歳でもいいんですけども、土地を持っていた。もうこれを売りたいと。で、売るにしてもちょっと、時間がないから、売買契約いけないから、じゃあ小野さん代わりに、売り主代理人として契約行ってきてくださいと。これはあなたの意思に基づいて、私、小野に対して代理権を与えてますよね。これが任意代理っていうものです。なんで、まず法定代理と任意代理っていうのは違うんだと。法定代理っていうのは、自分の意思に基づかなかったとしても、もう法律で、もうあなたは代理人、その人は代理人なんだよって決められたものなんだと。一方で任意代理っていうのは、あなたの意思に基づいて代理権を与えた場合、与えられた人っていうのは任意代理人だと。まあ、いうふうにちょっと考えてください。で、今回この二つの事例において、いずれも、あなた自身が本人なんですね。で、法定代理の場合、親が、代理人です。で、任意代理の場合、先ほどの事例だと、私、小野が、代理人ですと。いった状況ですね。じゃあ、一つ一つ、話を進めていきましょう。まずは、法定代理の話で、つまり、あなた、未成年者のあなたがいて、親の法定代理、親である、法定代理人である親がいる場合ですね。こちらの話です。で、あなた本人が破産した場合、親の代理権は消滅するかどうかを考えます。そもそも、未成年者を守るために法定代理人っているわけですよね。未成年者っていうのは、その物事を判断する能力がやっぱ乏しいわけですよ。だから、それを守るために親が法定代理人として代理人になっているわけですよね。で、その状況で、未成年者であるあなたが破産しちゃったよと。まあ、通常、例えば小学生とか中学生で破産するっていうのはあんまり考えられないんですけれども、まあ、例えば、中学校を卒業して、まあ、高校行かずにも自分自身で働くって方もいらっしゃるわけですよね。17歳とか。で、働くって方いらっしゃるわけですよ。で、まあ、それで、まあ、お金を借り入れなんかをしてしまって破産しちゃったって、まあ、なきにしもあらずですよね。まあ、そういった場合です。
で、そういった場合、親の代理権が、消滅するかどうかを考えるんですけれども、そもそも未成年者を守るために法定代理人である親がいるわけなので、未成年者が破産したからって言って、親の代理権がなくなっちゃったら保護する人いなくなっちゃうわけですよ。困りますよね。未成年者だったらより一層保護しなきゃいけないわけですよ。未成年者が破産したっていうのであれば、より一層親が保護してあげなきゃいけないわけですよね。なので、親の代理権、法定代理人の代理権は消滅しないんだというふうなルールにしているわけです。まあ、実際、先ほどの表を見て、確認ですね。確認で見ていただくと、法定代理、本人が破産しても、これ代理権消滅しないってなってますよね。今言った内容、今言った理解の仕方をすれば、具体例を考えていただければ、ああ、なるほどなと。法定代理人いなくなったら、これ、未成年者困るなというふうに理解をしていただければ、OK です。これ何度かですね、この動画を見ていただいて復習していただければ、この内容については頭定着しますので。全く、その理解もないままに、この表をね、丸暗記ってなってくると、おそらく5回、6回、7回復習しても、忘れちゃいます。でも、今言ったような具体例を頭に入れていただくと、何回か復習したら定着しますし、忘れても、もう一回覚え直しをするとね、そうだ、あの時をこうやって理解した内容だなっていうふうに、すぐ記憶蘇りますんで。そのような勉強をぜひしてください。で、もう一つですね、任意代の場合どうなるのかと。先ほどの事例で、あなたが土地を持っていて売りたいと思いました。で、買い主見つかりました。で、じゃあ1ヶ月後に、じゃあ売買契約しましょうって約束しました。あなたと買い主がですね、約束した。ただ、そこから1週間経った後に、あなたがちょっと海外出張行かなきゃいけないと。だから契約行けない。だから、小野さん代わりに契約行ってきてくださいって代理権を与えました。これ任意代理ですよね。そしたら私があなたの代わりに実際に契約に行くわけなんですけども、任意代理の場合っていうのは、この代理権を与えると同時に報酬契約を結ぶ場合が多いんですよね。つまり、私は代わりに売り主代理人として契約行くから、まあ、代わりにですね、じゃあ2万円報酬としてちゃんとね、契約終わったらくださいよ、みたいな感じで、代理権もらって、それと同時に報酬契約も一緒に結ぶっていう場合が意外と多いんですね。で、まあ、報酬契約結びましたと。で、その後、あなたが破産しちゃったと。まあ、海外出張していて、まあ、何らかの理由があって、まあ、破産しちゃったと。いった場合です。を考えましょう。で、破産した状況で、じゃあ私が代理権を使って、売買契約をちゃんとやりましたと。終わりました。だから、約束した通り、2万円くださいって言った時に、もうあなたは破産してるわけですよ。破産してるってことはお金がないわけですよね。だから2万円が払える可能性が通常の場合よりも、つまり破産していない時よりも低くなってるわけですよ。もしかしたら払えないかもしれない。まあ、2万円ぐらいだったら大丈夫じゃないのと思われるかもしれないんですけども、その報酬契約の内容によってはもう10万とか50万、100万とかっていうのもあり得るわけですよね。つまり破産することによってもう報酬が払えないリスクがもう高くなるわけですよ。ってことは後々トラブルになるっていうのはもう目に見えてるわけですよね。であればもう代理権を消滅させておいた方のが後々トラブルにならないからいいわけなんですよ。だから、任意代理の場合っていうのは、本人が破産したら代理権を消滅させましょうっていうふうなルールにしてるわけなんですね。これは、後々のトラブルをもう未然に防ぐためのルールなんですよね。まあ、このように理解をしておくというふうな流れです。こうやってちゃんと理解をしておけば、先ほども言った通り、何回か復習を繰り返すことによって定着をしていきます。で、こういった内容をネットで調べるっていう話なんですよ。じゃあもう一つですね、事例出します。もう一つが国土利用計画法の部分です。これ法令上の制限の部分なんですけども、法令上の制限苦手としている方って意外と多いんですよね。で、まだね、ちょっとこの国土利用計画法を勉強したことがないっていう方もいらっしゃると思いますので、ちょっと簡単に概要を説明します。これどういった法律かっていうと、すごく広い土地ですね。広い土地を、例えば、通常、この土地っていうのが1億円だったと仮定しましょう。ちょっと広いね、広大な土地があって、まあ、これが1億円だったと仮定します。で、これをですね、10億とか100億で買っちゃったりすると、周りの地価が一気にバーンって跳ね上がるってことがあるんですね。だからこれを抑えるために、国土利用計画法っていうものがあります。つまり、地価が高騰することを抑えるための法律っていうふうに、頭に入れていただければ、それで OK です。地価高騰を未然に防ぐための法律なんだ。で、その未然に防ぐための方法として、
届け出をしてくださいねっていうルールがあるんですね。まあ、別途許可制もあるんですけども、まあちょっと、宅建試験でよく出てくるのは届け出の部分なので、届け出についてだけお伝えします。で、試験で出てくるのは、届け出が必要なのか、それとも必要じゃないのかっていうところが意外に問われるんですよ。で、テキストを見ていただくと、例えば、抵当権の設定だったりとか、贈与とか、自己取得とか、すいません、これ、自己取得ですね。自己取得とか、あと、相続ですね。そういった場合っていうのは、届け出が不要な取引として、記載されているんですよ。で、この自己取得っていうのは、取引なのかっていうと、まあ、取引じゃないんですけども、まあ、一応ですね、入れておきます。試験に出てもおかしくないので、まあ、これも一応入れておきます。で、これも丸暗記している方が多いんですよね。つまり過去問見て、過去問の解説で、抵当権の設定は、届け出不要なんだって書いてあるから、じゃあ届け出不要で覚えちゃおうってするんですよ。で、この届け出不要なものって、ここに記載しただけでも4つあるんですよね。で、その他にもやっぱあるんですよ。となってくると、それ全て丸暗記ってなかなかきついんですよね。だから、ちゃんと理解をしておけば、これらが届け出不要ってことがわかるんですよ。まあ、届け出不要ってもうちょっとね、厳密に言ったらちょっと違うんですけども、まあ、届け出対象にはならない取引に当たるんですが、まあまあ、ざっくりと届け出不要な取引で大丈夫です。で、これもちゃんと理解をしましょうっていう話です。で、これをじゃあ理解をする。理解をして、これらがね、届け出不要だっていう答えを導くためには、どんな理解が必要かっていうと、一番最初にお伝えをした、国土利用計画法っていうものがどういった法律なのかっていうところに遡るんですよ。どういった内容だったかっていうと、地価が高騰する恐れがあるものに対して届け出を必要としているわけですよね。一定の制限を加えているっていうイメージです。地価が高騰しないのであれば別に届け出してもらわなくてもいいわけですよ。役所としてはね。地価が高騰する可能性があるから届け出してくださいよっていうふうにルール化しているわけなんですよ。これが重要なんです。これを使って答えを導いていきます。まず、抵当権の設定考えましょうか。抵当権の設定って、まあ、どういった場合かっていうと、じゃあ、例えば私が、あなたに対して、1億円貸しました。で、私としては、その1億円返ってこなかったら困るわけですよね。だから、あなたが、じゃあ、土地を持っていましたと。まあ、広大な土地を持っていました。じゃあ、毎日お金を返せなかったら、この土地をね、私がオークションにかけて、落札代金からお金を回収するために、この土地に抵当権を設定してもらいましたと。いった場合ですよね。で、このじゃあ、抵当権を設定することによって、地価が高騰するかって話なんですよ。あなたは1億円を借りました。私から1億円借りました。で、あなたが所有する土地に、私が抵当権者として抵当権設定しました。抵当権設定しただけで、この土地が2億円とか3億円に跳ね上がるかっていうと、跳ね上がらないんですよね。例えば10億円借りました。10億円について抵当権設定しましたとしても、その土地の地価が上がるわけではないんですよ。だから別に地価が上がる恐れは全くないから、金額によっても全然ね、それが抵当権の設定する金額が1億円だろうが100億円だろうが、関係なく地価は上がらないから届け出は不要なんだというふうにしています。じゃあ贈与について、もうこれもっとわかりやすいんですけども、じゃあ私が、広大な土地を持っていましたと。で、大体これの評価額が10億円でしたと。で、これを、私があなたに贈与しましたと。この贈与することによって、この土地の地価が上がるか、上がらないですよね。単に所有者が私からあなたに変わるだけなんですよ。私が所有者の時はこれ10億円で、あなたが所有者の場合はこの土地が100億円になるって、これないじゃないですか。使う人によって土地の地価が上がる、下がるっていうのはないですよね。だから、贈与によって、まあ、贈与っていうのは無料でプレゼントするっていう意味なんですけども、まあ、贈与によっても、地価が高騰する恐れは全くないので、届け出は不要なんだよ、と、まあ、いう話です。続いて、自己取得ですね。まあ、これ、自己取得は権利関係、民法の方で学ぶんですけれども、まあ、ある、広大な土地がじゃあありましたと仮定します。で、まあ、これは、例えば、あなたの土地だったと仮定しましょう。あなたの土地だったと。で、あなたは、実際のところ、東京に住んでました。で、この土地、広大な土地は沖縄にありました。で、私は、この広大な土地、自分の土地だと思ってずっと住み続けていました。使用し続けていました。そうすると、長年これをね、私が、自分の土地だと思い込んでずっと使い続けていると、この土地、私のもんになるんですね。まあ、これが自己取得っていう、ものなんですけれども、これも、先ほどの事例と同じように、この広大な土地の所有者はもともとはあなたでしたと。
で、時効取得することによって、所有者が私に変わりました。つまり、この所有者があなたから私に変わるだけなんですよね。お金のやり取りは全くしてません。だから地価が高騰するってことはまずないんですよ。だから、これも届け出不要なんだと。じゃあ次、相続。あなたの、お父さんお母さんが、まあ、広大な土地を持っていました。で、お父さんお母さんが、まあ、お亡くなりになっちゃって、あなたがその土地を相続しました。この場合、地価が上がるかどうかを考えます。上がるわけないですよね。相続することに上がるってなってくると、相続することにどんどん地価が上がるっていう、ちょっとおかしな話になってきますよね。まあ、単に、先ほども言ったように、所有者の名前が、お父さんとかお母さんからあなたに変わるだけなんですよ。だからこの場合も、届け出は不要。地価が高騰する恐れがないから、届け出が不要なんだ。つまり、今この4つですね、使った内容っていうのは、地価が高騰するかどうか、だけでこれ答え判断してるわけなんですよ。それに基づいて答えを導いてるわけなんですよね。これが理解学習なんですよ。ここをちゃんと理解しながら日頃からそれを使えるようになっていれば、抵当権設定の場合は、この場合は、届け出必要だったっけ、不要だったっけ、みたいな感じで、思い出すとかね、そういったことをしなかったとしても、あ、これ地価が高騰する恐れないな、これ具体的に考えていただければもうすぐわかるわけですよ、こういったものをね。まあもちろん、抵当権がどういったものかは理解しておかないといけないですよ。まあこれはちょっと権利関係の民法の部分なんで、まあそれはそれ以上理解はしてほしいんですけども、もうそれが理解できていれば、こういったものっていうのは別に丸暗記をしなかったとしても、問題文を見たら、その問題から答えを導くことができると、まあ、いう話なんですよ。だこういったことを、はじめは全くね、どういったことを理解しなきゃいけないのかわからないけども、ネットとかで調べながらやっていく。おそらく今言ったような代理の話もそうですね。代理権がどういった時に消滅するのかっていうのもそうですし、今回の国土利用計画法のこの届け出についても、こういったものを使えば答え出るよっていうところは載ってないんですよ。おそらく載ってないと思います。テキストとかにはね。まあもちろん、国土利用計画法はこういった法律ですよっていうのは載ってますけども、これをじゃあ使って答え導くっていうところまでは載ってないので、そういったところっていうのはおそらくネットとかで調べないとなかなかね、載ってないんですよね。なのでそういった内容っていうものをネットで調べながら勉強を進めていくっていうことが、まあ重要なんだよと、まあいうところですね。ただ、初めの方でもお伝えしたと思うんですけども、これ、調べるの相当時間かかるんですよね。なんで、もしですね、自分自身でするの難しいな、でも次の試験で絶対合格したいなっていう方は、ぜひですね、個別指導の方をご検討いただければと思います。個別指導では今言ったような内容っていうものがテキストだったりとか、過去問の解説だったりとか、まあ、そういったところにも載ってますので、もう調べなかったとしても、どん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 理解をしながら学習を進めることができます。で、もちろん前回の動画でもお伝えしたんですけども、計画については私の方に立たせていただいて、計画表の修正が必要だったというのであれば、私の方で全部ですね、計画表の修正もさせていただきます。今からであれば来年あなたに合格したい自信ありますので、一緒に勉強して次の試験の合格目指しましょう。個別指導の内容については、YouTube をご覧いただいている方は下の概要欄から、レトスのホームページをご覧いただいている方は下のアイコンからお申し込みいただけます。今すぐご確認ください。次の試験、絶対宅建合格しましょう。